日本共産党の倉林です、えー、まず私もあの新型コロナ対応ということで、急いで、ね、手を打っていただきたいということありますので、いくつかあの質問したいと思います。一つはあの、厚生年金保険料なんですけれども、これ、3月12日のに通知を出していただきまして、えー、事業者の保険料の納付猶予および、えー、差し押さえの解除。 そして延滞金の免除含め、えー、柔軟な対応するという中身になっております、国税徴収法、国税通則法に基づいた対応ということで、えー、これ、えー、柔軟な対応するという中身になっているという理解でよいかということと、直近の相談状況等をですね、掴んでいればご報告をお願い,したい日原年金管理審議官。 答え申し上げます厚生年金保険料の納付を猶予する仕組みにつきましては、柔軟かつ適切な対応を行われますように、原則として1年間の猶予として差し支えないこと、また、担保提供できることが明らかな場合を除きまして、担保不要とするなど、現行制度に係る申請や審査の迅速化、簡素化を図っているところでございます。 またこの納付を猶予する仕組みを活用いただくことによりまして、申請に基づき差し押さえの再解除をすることができ、また猶予期間中の延滞金の一部、または全部が免除されることとなるものでございます。今後もこの仕組みの一層の周知を図りながら、柔軟に対応するとともに、件数等の具体的な対応状況につきましても、今後、適切に把握してまいりたいと考えております。 倉橋明子君これね、すごくねあの、ありがたいことだと思うんです。実際にあのここ担保も含めてね、かなり踏み込んだ中身になってるんです、大事なことは、これが直ちに困ってる事業者のところに届くということだと思うんですねあの。そういう意味で言うと、周知徹底に努めたいということですが、分かりやすいチラシ、そういう一発で見たら分かるそのポスター。 のようなもので、あの急速にですね周知を図っていただいて、活用できるところに大いに活用を促していただきたいこれ、強くあの要望しておきたいと思います。で、あの一方ですね、国民年金保険料はどうなっているかと。これ大者 がおりますで2月末にですね、催告状が送付されました、これ、今日資料でつけているものです、黄色いアンダーラインはです、ね、私が引いたものなんですけれども、これ見ますとね、えー、財,財産が差し押さ,押さえられる場合があります、まあ、これ、通常のものなんですよ、通常のものなんだけれども、 これがあの今、深刻にコロナで影響を受けているという状況の下で送られてきて、えらいこっちゃということになっているわけなんですね、これ、たちまち差し押さえなどが実行されますと、生活困窮になっちゃうと、これ、なんとかならないんだろうかというご相談を受けているわけです。あの 厚生年金については、そういう踏み込んだ措置を国税徴収法や通則法を使ってやるということになっているわけですから、国民年金の加入者についてもですね、この国税徴収法に基づいた厚生年金と同様、こ対応すべきじゃないかと思うんです。これ、大臣いかがでしょうか。加藤大臣。 あの国民年金では、これ、被用者保険である厚生年金の場合と、これ、基本的に違う、構造が違うことはよくご存知のとおりだと思います。あの失業や事業の給拝された方については、保険料の免除を適用し、老齢給付等にも反映できる仕組みになっております。でこのため、日本年金機構、市町村に対して3月11日付で、国民年金保険料についてのご相談があった場合には、免除制度について適切な周知やご案内を依頼をしていると。 いいうことでございますで高年の場合は、これ、事業主が保険料を負担するということでありますから、事業主の事業の継続性等と踏まえた猶予措置がなされていると、とこっちに対しては、今申し上げたように、任意失業や事業の急発症された方については、免除制度が作られている、まあ、そういうことで、それぞれバランスが取られているというふうに倉林晃子君。 あのね、保険料の方はそういうふうにしてもらってるんだけれども、国民年金のね、そのじゃあ、滞納の方についての対応でいうと、ないんですよ、だやっぱりねこう生活、差し押さえられたら生活根拠陥るっていうところで、やっぱり差し押さえ解除できるということをね、私、急いで今やった方がいいというふうに思うんですよ。どうです加藤大臣 についいてもですこれは個々個々だと思いますそ基,本的にいや基本的にこれをしている場合というのは保険を払えるような状況、要するに払えない場合には免除とかいろんなことを申し上げているわけであります。で 払える方に関してはしっかり払っていただくということでありますから、それであれば当然、督促をし、督促に基づいてこういった対応がなっていく、要するにケースバイケースで,です、ね、今、委員ご指摘のような、まさにもう払えないような方に関して、むしろこういう対応を取るというのは、もちろん適切ではないわけでありますが、払える方に関してはしっかり払っていただく、これはこうしていくことによって、 その方にとってももちろんプラスになりますし、国民保険、年金保険制度の維持ということにもつながっていくんだろうと思いますま一般論じゃなくて、今起こっている、全体としてコロナ、新型コロナの影響で不況に陥っているというのは、厚生年金加入者だけじゃなくて、国民年金加入してるところで、あの実際、滞納してたところに対して、今取られたらえらいことになるっていう不安の声なんですよ、それに応える手立てがないと。 いうことなので、ちょっとそこはねあの、踏み込んで考えていただきたいと思うんです、答弁ありますやらしぎかえー。 まあ、厚生年金の場合は、滞納が生じました場合に、あの必ず督、ま、促、あ、を行って、まあ、原則、延滞金が生じるという仕組みになっておりますけれども、国民年金の場合は、まあ、少し、まあ、仕組みは違っておりまして、まあ、ご自身が保険料納付しなければならないということですとか、まあ、保険料納付しなければ年金も結びつかないといったようなことがございますので、督、ま、促、あ、できるというふうに法律上もなっておりまして、直ちに延滞金が生じる仕組みとはなってございません。でその上であの現在見逃がる方につきましてはその 複数回です、ね、納付のお勧めを行いました上で、それでも一定期間以上、あるいは一定以上の、まあ、未納7ヶ月以上、かつ所得が300万円以上という方にも対象に、督促を行うという取り扱いにしておりますけれども、ただ、これにつきましてもです、ね、例えば計画的に分割納付をしていただくなど、その一定の対応されている方については、これ、差し押さえなどに至らないと。 いうそういう取り扱いも行っているところでございますので、まああの、えー、今般の状況を踏まえましてですね、えー、その納付のお勧めですとか、まあ特措後のおご相談におきましても、あの、まあ、ご相談丁寧に伺ってまいりたいというふうに考えております。村山氏、会長、はい、あのこういう時期ですのでね、本当にねあのしっかり柔軟な対応を求めたいと思うんです。であの国民健康保険料介護後期高齢者保険料について、これ徴収猶予は通知されたものの滞納の。えー に扱いいについてはこれ、れられてないっていななう中身になってるんですこれ差し押さえで生活困窮を防ぐあこう、生活困窮を招くっていうようなことはあってはならないということだと思うんです、これもやっぱり国税徴収法、通則法があのあ対象となるものですから、これ、差し押さえの停止っていうのことはあの、急いでね、通知してやるべきだと思う、いかがですか浜、はい、谷保健局長。 お答えいたしますあの国民健康保険におきましても、さすばく個々の,あの事情に応じまして、まあ、必要に応じて、滞、ま、納、あ、処分等を行うべきものというふうに考えております倉橋、はい、明子君あの。こういう時期ですから、本当に慎重に,慎重に柔軟に対応していただきたい、生活防衛という観点で取り組んでいただきたい。そこであの国保の、えー、症病手当 金の支給ということでこれ自治体が決めれば国がその財源について全額補填するということになりましたこれ条例に症病手当の規定がない場合新たに規定する必要がありますで、これ首長の専決処分で可能とすることができるのかそして自治体がひこれ費用者だけですから 今回、十分の十を持つのは、自治体が判断した場合、費用者に限らず、えー、独自に対象拡大することは可能かどうか、ご答弁ください。はい、浜谷保健局長 お答えいたしますまず1点目、専決処分についてでございますけれども、あのご指摘のとおり、あの条例改正が必要になりますけれども、これ、市町村長の判断によりまして、専決処分によることはま可能、ありうるものというふうに考えております。また、対象についてでございますけれども、国の財政支援の対象は、ご指摘のとおり、費用者でございますけれども、これももともと任意給付でございますけれども、あの市町村長の判断で、費用者以外の方も含めまして、対象とすること自体は可能,で可能というふうに考えております。 そういうところこそね、本当に応援して、拡大できるようにということで、さらなる国の支援の拡充ということを求めておきたいと思います。漏れなく救済できる仕掛けっていうのがいるんだということを強調したいと思います。で、えー、雇用保険について伺います、まあ、雇用情勢が急激に悪化するっていうもとで、失業の増大が現実になりつつあります。衆議院の厚生労働委員会で、まあ リーマンショック並みの支出を求められた場合であっても対応できると、えー、さっきの議論でも少し説明ありました、改めてその根拠についてご説明いただきたい。小林職業安定局長。お答え申し上げます。<laughs> リーマンショック並みということですので、リーマンショックの際の,あの実績で申し上げます。平成21年度の失業等給付の支出が、えー、約1.8兆円。 基本手当の受給者実人員、これ、月平均の受給者数でございますが、85万人でございました、一方で、今般、改正に伴って、昨年12月13日に雇用権部会に財政運営資産をお示ししておりますが、ここの試算で想定しております、平成2年度の失業等給付の支出見込みが約1.1兆円。 その前提としての受給者実員が三十七万人ということでございます。で今申し上げましたように平成二十一年度とそれからの試算で用いた平成二年度の差は約七千億円ということです。はい。あ、すみません令和二年度です失礼いたしました。あの平成二十一年度と令和二年度の差が七千億円ということです。それであのー。 今の積立金の状況でございますが、あの試算によると、平成3年度末の時点で約2.9兆円ということになりますので、この7000億円の差というのも十分対応可能だろうと、それからあの先ほども少し申し上げましたが、弾力上候と申しまして、1000分の4の幅、はい、で対応できるので、<laughs> あの対応できるということを申し上げます。子、はい、君 あの失業手当の,その給付水準の方なんですけれども、これ、えー、どんどん日数が短くなったりとかです、ねあの、額そのものも低下してきているという認識なんですが、改めて確認ですが、えー、失業給付金の基本手当に等額、これ、平成10年はいくらだったか、そして直近の額はどうなっているか、額で、はい、小林局長。 えっと、あの基本手当日額の上限はあの年齢階層別に分かれております、平成10年とお令和元年との比較で申し上げますと、60歳以上65歳未満で見ますと、平成10年が9910円、えー、平成元年が7150円、45歳以上60歳未満で見ますと、平成10年が1万900円、えー、令和元年が8330円、そういった感じになっております。 はい黒子君そうなんですね、あの15%程度あの、40歳から60歳でしたか、そこ減ってるんですよね、で法廷の,その給付の加減額っていうところで見てみますと、4割強もね、下がってるんですね、8330円、えー、これはあの女性制度作るときもあの出てきた額ですけれども、東京都の最賃程度の額にとどまってるんですね。 給付日数も短縮続いてまいりました、これで労働者の生活を守れるのかということを、改めて私、問われる額になっているんじゃないかと思います。新型コロナの収束が見通せない現状で、日額の上限引き上げ、給付日数の大幅な、大幅な、大臣よろしいですか、大幅な引き上げが必要だと考えますけれども、いかがでしょうか。 加藤大臣、えっと、平成29年の雇用保険法の改正で、えー、倒産解雇等により離職した30歳から45歳未満の方の所定給付日数、これはひこれそ,こそこの層でありますが、引き上げられたわけであります。それから、あの基本手当等の算定に用いる日日銀、えー、賃金日額の上限額、下限額の引き上げ等、基本手当の拡充をその際に行いました。 今比較はそのもっと前との比較だったわけでありますけれども、でその今般の制度改正の労政審でも、基本手当のあり方についてご議論いただきましたけれども、この平成29年の改正により、給付日数の拡充措置の対象となった方には、就職率の改善が見られた、したがってさらに基本手当の充実を優先すべきとの意見があった一方で、雇用保険を受給している方の就職行動に関しては、状況の変化が見られていない。えー これ以上の見直しの必要性はむしろ乏しいという意見もあり、結果的に直ちに基本手当日額の上限と給付日数を引き上げる必要は高くないという,うことを、それらの議論を踏まえて、私ども考えているところであります。まあ、引き続き、雇用保険を受給している方の就職行動、これを注視をしながら、見直しの必要性についても併せて検討してはいきたいと思っております黒林明子君。 あのそういう議論してたのは、コロナの前なんですよね、で今、経済状況がこれだけあの悪化するだろうっていうことがはっきりしてきたもとで、やっぱりね、生活を支える、そういう水準に引き上げていくっていうことが、正面が求められてると思うわけです。で、えー、そういう意味でいうと、これ、国庫負担。 はですね、本則25%のところ、2.5%、10分の1のまま、これの継続ということになってるわけですね、前提措置を継続すると、あの要はね、事態は変わってると、で、新型コロ,コロナの影響を盛り込んだ検討された提案になってないと私は思うんですね、それはしょうがなかったと思うんですよ、その後でこれだけの変化が起こってるわけです。前提がやっぱり大きく変化した現在の経済状況を踏まえればですね、 国庫負担を本則に直ちに戻すべきではないかと、これ、大臣、いかがでしょうか加藤大臣あの。委員の先ほどの基本手当をどうするか、日数をどうするかっていう話と、国庫負担の話っていうのは、まあ、つながる部分ももちろんあると思いますけれども、これは別々に議論するべきことなんだろうというふうに思います。ただあの、国庫負担については、あのこれまでもです、ね、この委員会からも、先般においても決議をいただいていた。 いうこ,とこれは我れは重く受け止めなければならないというふうに思いますが、まあ、そうした中で、まあ、昨今の財政事情、また、こういう保険財政についても、まあ、この昨年の段階ではありますけれども、 そうした試算をしたところです、ね、こうした2年間に限り保険料率とともに国庫負担の暫定引き下げも講じ得るという判断で、今回、この負担の引き下げのお願いをしているところでありますけれども、ただ、今回のこれまでの付帯決議、そして今回の施行規則においても、雇用保険の国庫負担については引き続き検討を行い、令和4年4月1日以降、 できるだけ速やかに安定した財源を確保した上で、不足第13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものというふうになっているわけでありますから、この規定を踏まえて、国庫負担についても財政当局としっかり議論をさせていただきたいというふうに思っております、はい、倉林晃子君あの。今後の、まあ、新型コロナの拡大状況が、どんなふうになるのかっていう見通しは、あの 今持てない状況だと思います確かに東京であの感染爆発が起こったりすればです、ねあの、失業者、雇用が切られるというような状況はどこまでいくのかと予測することは困難だと思うんですけれども、そういう事態も含めて、あの雇用への影響、失業の増大ということに対応できるのかということも、私は本当にあの備えて、備えとしても、ね、考えておくべきだと。 そこで直ちに本則に戻すという判断があるべきではないかと、新しい状況を踏まえての提案ですので、えー、しっかり受け止めていただきたいなというふうに思います。えー、そもそもこれまで,です、ね、積立金が残高が増加してきた背景にはです、ね、給付額、給付日数などの給付抑制が行われてきたということ、あると思うんですね。雇用情勢に 対する国の責任を果たすという観点からも、国庫負担を直ちに本則に戻す、こ必要だと重ねて申し上げたいえ。先ほど来議論ありました雇用調整助成金について、私も伺います、えー。雇用調整助成金のえ、ごめんなさい、特別労働相談窓口ということで、今、パンパンだっていうご紹介ありましたけれども、直近で寄せられている相談は何件になっているか。 そのうち雇用調整助成金の相談件数は何件か確認させてください。田谷審議官 お答え申し上げますあの2月14日に全国の労働局等に特別労働相談窓口を設置し、労働者、事業主等からの助成金や休業等に関する相談に対応しているところでございまして、当該窓口には2月14日の開設から3月19日までに約5万9000件の相談がございまして、そのうち約2万9000件が雇用調整金に関するものでございます。 黒林明子君相当数の雇用調整助成金に関わる相談が寄せられているっていうことだと思います、あのリーマのときはです、ね、これ、全国で5分の4まであったとあの、北海道でも5分の4だと、与野党問わずですね、あ与党の先生方から10分の9と。 いう話も出てておりまして私ども10分の10って言ってまいりましたけれども、ほぼなんか決着ラインが見えてきたのかなと思っております、あのこれ、あの直ちに引き上げであの日数とかです、ね、条件の緩和ということを決断は私、私からもね、 重ねてて求めておきたいいと思いますでこれね、補聴金の活用にあたって、先ほど時短が、ね、対象にならないということで、それの拡充の要望を出ました、私もね、この使いにくさ、ネックになっているところ、何があるのかということで、お話を伺ったことを紹介して、ぜひね、改善してほしいなと思っているんです、それは、あのこれ、今回じゃなくてね、2015年のときに活用しようとした旅行業の方。 なんですね、でち面談、電話、もう繰り返し繰り返し相談して、そのたんびに新しい書類と、その上です、ね、何が起こったかっていうとあの、週の労働時間ちょっと超えてるところがあるじゃないかと、そうしたら、ね、変形労働時間制を締結してから出直してこいと、もうこれでね、諦めたっていう,言うんですね。 確かに必要なその指導、指導が必要な実態にある業者、まあ、企業、少なくないと思うんです、あのそういうところをね、それ改善しないと打てないよなんて言ってたら、もうましゃくに合わないと思うんですよ。 今でさえ、これ、支払いが2か月後になるのかっていうような状況になる、もっと遅れるかもしれないというようなことなので、求めたいのは、これ、手続きを簡素化するだけじゃなくて、指導対象として、あ指,導指導すべき中身があってもね、これ指導を継続しながら、補償金の手続きを一緒に進めると、これやらないと、雇用を守れないと思うんです、えー、大臣、いかがですか。加藤大臣 あのいずれにしてもこれ雇用維持をしていただくということのための制度でありますので、えー、この実際、運用にあたってもです、ね、まあ、もちろん休業等の実態、これは把握する、これは当然のことでありますが、まあ、他方で事業主の方に過度の負担をかけるということ、私もちょっと書類を見させていただきましたけれども、まあ、今般、こういったも、えー、必要があるのかないのか、それからこれまで 割と製造業とかそういう方が多かった、今は旅行業のことを挙げられましたが、まあ、今回は旅行業とか運送業とか、まあ、そういった業種の方が多くなってきているわけですから、まあ、そういった方々の特性も踏まえながらです、ね、対応させていただくことが大事だということで、今、えー、事務当局にはこうした書類を最大限軽減をすること、それから支給時期もあのできるだけ迅速化を図るということ、これを申し上げているところであります。それから今 法令違反の違反と言っていいかどうかわかりませんがあの、そういった指導、まああの、違反の種類にもよります、もうど,どうしようもないやつというのは、これはやっぱりきちっとまず是正をしていかなきゃいけないと思いますけれども、今のお話のように、こうその制度を少しこう切り替えればいいというのであれば、同時並行的にやっていくという柔軟な対応も取っていくべきだろうというふうに思います、はい、倉林明子君。やっぱりね、どうやって雇用を維持するかということと、指導するということはねあの、両方できると思うんですよ。 あの事業を継続する、雇用を守るという観点から、これは本当にあの検討していただきたいし、えー、対象拡大、つながるようにしていただきたい。そ、えー、そここで,です、ねえー、雇用を継続してこそ 収束後の経済再生っていうことにつながっていくわけで、それ土台だと思うんですね。感染拡大の防止のために、えー、暮らしの安心を保障するあの、我が党の小池議員がイギリスの、えー、対,対策を紹介しました、えー、解雇防止策として、えー、民間企業が雇用を継続した場合、えー、その賃金を政府が8割肩割りするっていうね、制度なんです。1人当たり最大月ポンド えつまり32万5千円だっていうんですよでええ予算、最大ですけどもね、予算に上限を設けず、当面3ヶ月継続するっていうんです雇用え、雇用調整助成金は企業に対する助成、やっぱりね、政府が労働者の賃金を直接補償すると、こういう方向に踏み出すべきだと思います、最後、答弁求めて終わります。 はい、加藤大臣あのそれぞれ国々ですね、それぞれ事情がある中で対応されているわけであります。あの日本はもともとあの雇用調整助成金という制度を設けて、そしてその状況、状況の中でやらせてきていただいているところでありますんで、まああので、今般の雇用の情勢、また、 これからどうなっていくか、これ、しっかり見ながら、ですね、今、先ほどお話がありました、リーマン・ショック時における雇用調整助成金の制度、こういったことを参考にしながら、ですね、しっかり検討させていただきたいというふうに思います。はい倉林明子君賃金を保障するということでも、大きく踏み込んでいただきたい、強く要望して終わります。はい。